はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、今週もね抽選販売の方をさせていただきます。本日6月の20日から23日日曜日、いつもの木日ですね。はい、今回もペンシル、節、そしてルーチェペンとあります。はい、まあ形は似てますのでね、間違わないように、ボールペンが欲しい方、ペンシルが欲しい方、ちゃんとね番号とこの動画を見て確認お願いします。そしてベースさんのアバウトね、アバウトっていうところがありますので、はい、そちらに基本的なルール書いております。読んでもらってね、納得した方のみ抽選販売のご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ後半行きましょうか。後半12番ペンシルの続きからですね。はい、まずは7700円、ケヤキの縮み木ですね。はい、ギラギラと、はい、うん、1万円ですね、本当は高級素材なんですけども、はい、それと比べるとちょっと木が弱いなっていったものが7700円でベースさんのみで出てきます。はい、イベントの方ではね、ちゃんとあのまともなやつ、うん、いいやつ、もうこれは1枚でも、欅の縮みをこんだけのものってほんとなかなかないんで、まあ木が弱くてもね、そこそこ出ますよ。うん、とってもいいので、よろしければお安いのでよろしくお願いいたします。あ、これはいいね。うん、これはこっちに来る必要性がなかったけど、まあいいや。はい、そして最後ペンシル、最後13番ですね。ローズウッドの5分目で1万5000円ってことは、相当コブ木から外れたところ、まあ持ちてるのがもったいないので作ったぐらいですね。うん、はい、2本、まあこれは1本ずつでも良かったんですけど、まあちょっと2本まとめてというか、こっちの方が出てるかな。うん、まあこれは運次第ということで、かなりおまけしておりますのでね、よろしくお願いいたします。はい、14番だね。はい、ここからルーチェペンの方行きたいと思います。ルーチェペンね。はい、カリンの項目、まず3本ですね。7700円。ボールペンですね。はい。まあ、うん、もうこのクラスをね、1万円にしなくちゃいけないな、と思うぐらいになってきましたが、まあ、ベースさんの方ではまだ、7700円。カジュアルの方でね、出していきますので、またよろしくお願いします。じゃあ14番はカリンの項目3本でございます。はい、15番1万円です。カリンの紅白、まあちょっとね、ごめんなさい、ここがねパンって弾いちゃってね、埋めたんですけどね、はい、まあちょっと何ともならなくって、はい、1万円にしておきますので、カリンの紅白ね、バランスはバッチリですよね。うん、いい感じのバランスでございます。はい、で16番1万円ハワイアンコアですね。うん、いや、もうちょっとつけてもいいと思うんですけどね、まあベースさんなんでね、こういうおまけがあっていいのがベースさんです。はい、イベントにはね、もうがっつり2万円クラスいっぱい持ってきますので、はい、お願いします。そしてね、最後じゃないね、17番5本ありますね。カリンの5目薄い方のね、まあこっちも木がね、まあちょっと1万円のやつに比べれば落ちてしまうということですね。はい、僕はあるんですけどね、うん、まあどうしてもこういうやつがいっぱい出てくる、まあ自然のものなんで何ともならんすよ、しょうがないです、しょうがない、しょうがない、しょうがない、うん、捨てるには忍びないっすよね。うん、まあこの価格帯で出せるので、はい、今は作ります。ということで、5本、17番5本7700円ですね。はい、最後のトレーですね。はい、ルーチェペン、うん、18番黒柿1万5000円にしてはちょっとあかんないよすぎるな、ほんともうちょっとつけてもいいんじゃないかな。多分これはもう1万8000とか2万クラスまで行くようなレベルなんだけどな。うん、あー、これはイベント持っていきたいな。まあ、1万5000。まあ、今回はお得、お得ということでいきましょうか。
はい。じゃあ、18番、3本、シャッフルです。1万5000円ですね。はい。19番、1万4000円ですね。うん。かなりいいリング疑似ですけど、うん。1万4000円。うん。さっき見てたんですけど、なんでだろう。でも、まあ、しょうがないかっていう感じ。何か僕の中で引っかかるんですよ。何が引っかかるんでしょう。わかりません。はい。1万4000円。おまけですね。はい。20番。また、重たいやつ。真鍮パイプ、ボールペンの重たいやつですね。はい。シアメスローズウッドです。はい。この辺はね、木が外れちゃったやつですね。うん。この辺、こいつはね、出してないっすよ。うん。まあ、2万円。かなり おまけでございますね。はい。まあ、たまにはね、こういうシアメスとかね、ローズウッドとかも出してほしいっていうお声がありましたので、たまにこうやって出します。21、22、3万円ですね。4万5000円で出せるタイプです。はい。5万円とまではいけませんか。4万5000円。うん。この、しましまとね。はい。これはちょっと1本ずつ高いので3万円。はい。つけております。はい。22番はしましまはないですけど、うん。こっちはちょっと濃いめのね。木はこっちの方がいい。うん。ちょっと見にくいだけですけどね。肉眼で見るとよう見えますわ。うん。はい。ということで、3万円でございますね。はい。明るい方が確かにカメラ映りはいいんですけどね。肉眼で見るとね、どっちもいいんですよ。うん。同じようにきっちり入っております。はい。3万円ということで、今回はルーチェペンとペンシルですね。はい。22番まで何本ぐらい？うん。50本ちょっと。はい、紹介してきました。はい、まあ、こうやってずっと、まあ、完全に毎週やれるわけではございませんが、まあ、抽選販売もね、させてもらってますし、イベントね、長崎の方も、はがきも出しました。はい。で、フリータイムございます。ちょっと夏の間ね、海外イベントが出てきて、また秋から、はい。秋はね、まだちょっとホームページいじれておりませんが、名古屋、ペンランドカフェさんでもやりますのでね、また名古屋の方も参加していただければなと思っております。そして東京ペンショーですね。まあ、ボールペン、ペンシルの販売はそこまで。12月、クリパ、東京いつも通りありますが、こちらの方は万年筆、インク、あとはオープナーとかが余ってれば持っていこうかなと思っております。はい。たまにはね、ちょっとゆっくりしたイベントもやりたいのでね。まあ、喋りたい人、僕と喋りたい人は、クリパ、いけるんじゃないかなと思っております。はい。ゆっくりしたイベントをたまにはやって。まあね、その後にね、長澤さんが控えてるんですよ。お正月。今年も関西。来年も関西、お正月はやらないかな。あ、来年じゃない、再来年か。になりますね。はい。まあ、こんな風に長々喋ってしまいました。まあ、ベースさんでね、こうやって買っていただけるのもいいかなと思いますし、まあ、抽選販売ですしね。はい。でもやっぱりイベントに来ていただくのが僕にとって一番嬉しいことですので、はい。イベント情報を見ていただいて、まあ、こうやって、ブログとかでもね、ブログ、こうやって YouTube でね、お話、文章で書いてきております。また、そちらの方にもね、来ていただけると嬉しいです。はい。またよろしくお願いいたします。